系の主食、主食。こんにちは、福田です。皆さん、福フェスまであと1ヶ月となりましたが、福フェス周辺日程の予定を出しました。みんなのお休みの予定とかもあるなと思って、1ヶ月前に渡したかったのでギリギリ出せてよかったです。まあでも予想通りっちゃ予想通りでしょ。9月7日に福フェスがあって、それはもうみんな来ると思うんですけど、9月8日に9月6日に花だれ公演、そして9月8日に四国公演2公演あります。なんか前日と次の日押さえてもらってたから、何しようかなって悩んでて、なんか自分のファンクラブイベントとかも思ったんだけど、なんか高松で花だれ始まったから、高松で花だれ千秋楽の前に絶対やった方がいいと思って、そうで、平日の香川ってやっぱ集客難しいから、四国公演をそっちに入れるよりは花だれ公演の方が、まあ、16人分のファンの方がね申し込んでくださるからまだいいかなと思って、そう同じ場所で初日とやらせていただきます。で、福フェスは福フェスであって、次の日は昼が四国公演で、本当はまだ3期生が入ってない現体制の四国の予定なんですけど、特別に3期生も全部出るかはちょっとまだ、どれぐらいレッスンができるかわからないのであれなんですけど3期生も出演してもらうことにし、特別にしてもらいました。多分だから四国の子たちが他のユニットよりも先にいろいろ覚えなきゃいけなくて、すごい大変だと思うんだけど、でもさ、なんか四国ユニットに入ったとて四国になかなか来れるわけじゃない。あずみも実はまだ四国でライブやったことないんですよ。四国の子、勝手に四国観光大使のライブを、あずみは四国入って結構もう長いのに、実はまだ一回もやったことないってぐらい、意外と四国ってライブする機会ってないんですよね。なので、そう、タカベアありがとう、ゲルヘンベア、そうなので、ちょっと一部だけでも出てもらえたら、四国観光大使になってこうさ、いろいろ聞かれた時にもさ、四国の思い出はありますかってインタビューとか受けるんですよね、ちょこちょこ。そういう時に行ったことありませんとかだと困るじゃないですか。だから一個ね、こう経験があることで四国観光大使としても動きやすくなったらいいな彼女たちがと思って、ちょっと特別に入れてもらいました。
そう、四国に来るっていう体験をしてほしかった。そんななんかよく来れるわけじゃないからね。そう、それが昼公演で、夜公演はなんとコラボライブっていうことで、結構がっつりライブがあるので楽しみにしてやってほしいです。カンズブラボー、ありがとう、ブラボー。四国2公演じゃなくて公演とイベントなんですね。そうで、私の予想は STU のファンの人、まあ6は分かんないけど、7福フェスに来て、で8の昼の四国だけ見て帰るんですよね多分。けど私はちゃんと誰が夜まで残るか見ときますね。この状況であの夜まで、四国の夜まで、もう夜っていうか、まあ多分7時ぐらいには終わるけど、ちなみにお見送りもあります。夜公演まで残ってくれたらガチの勝手に四国推しっていう。さすがの海もし、いいねいいね、10個ありがとう、ありがとう。いや、東京の人が帰れる時間にしてるんで、多分7時か7時半ぐらいに終わります。そう、もう誰が夜まで残るか見とくから、私はよろしく。お見送りもあるので日曜日はいや月曜日別に休まなくても見れると思うけど、あ、うん、東京ぐらいだったら分かんない。がっつりライブ、がっつりライブやりますんで、イベントと言いつつトークショーだけで終わったりせずに結構やレッスン間に合いますかねってぐらい、結構ビュンビュン頑張りますんでよろしくお願いします。あ、サンライズ瀬戸てか今日から申し込めるじゃない、1ヶ月前だから。生きがい、なるさん生きがい、ありがとう楽しんでください香川を。いや私はね、福フェスも大事だけど、やっぱ四国観光大使がすごい大事だからさ、そうやっぱ四国観光大使に入ってくれた子たちに四国でいろいろやるっていうのを体験してほしくって、日曜日は四国にさせていただきまして、そして花だれも大事にしてるから、花だれの初日の場所でやりたいなと思って組みました。花だれは STU のいい楽曲が聴けていいよね。そう、青によしフルーツポンチ、ありがとう。みけちゃん最高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 、気持ちいい自分に、みけちゃん頑張れ頑張れ、ありがとう、楽しみにしてて。そう、そして私はコラボの楽曲を覚えないとやばい、覚えよう。古川みりんさんはなんでお呼びしたかっていうと、なんか本当は電波呼びたかったんですけど、福フェスに。そう、電波がね、イモリロックっていうね、ド発展も出るね、どこだあれ、東北のイベントに出るから、そう電波来れなくて、でももう電波組解散しちゃうから、私もう電波と絡めるうちに絡んどきたくて、そうちょっと日曜日に、みりんちゃんさ、前日に東北でライブしてんのにさ、しかも子供もいるのにさ、次の日香川に飛んできてくれることになって、いやもう優しい、感謝感謝本当に、子持ちだよ子持ち、優しすぎない？みんな絶対来てください。でなんでみりんちゃんかっていうと、みりんちゃんは高松観光大使なんですよ。しかも結構長い期間、フェスタハレができたばっかの時にみりんちゃんの生誕祭フェスタハレでやってるぐらい、がっつり香川の観光大使なんですよね。
そう。なので香川高松観光大使×四国観光大使ということで、四国色満載の一日にできたらなって思ってます。いやもうマジで前日東北でライブしてるのにさ、子供いるのにさ、しかもちっちゃい子供いるのにさ来てくれるんだよ。絶対きついと思うんだよね。ほんで STU の曲も覚えなきゃいけないだろうしさ、マジで申し訳ねえけど本当に感謝。絶対見に来てください。こんばんは。めちゃめちゃダメ元でスタッフさんにさ、ちょっといどんな感じか聞いてみてくださいって言ったら、あ全然大丈夫、なんか OK だよみたいな、申し訳ない。ふう、あたれば見に行く気満々よ。いや花たれはちょっと読めないけど、四国は大丈夫な気がする。わかんないけど、3日間香川を満喫してくれ。みんなも安くない交通費かけてくるでしょ香川に。ぜひいらしてください。こんばんは。やっほー。ああ、明日も早起きだ。なんか最近早起きが多すぎて、ヘトヘト。サマステ、あ、サマステのチケットね、明日まで販売だった気がする。サマステ何時だ、サマステって何時だ、サマステって2公演ぐらいありましたっけ。サマステジャンボリミッキー、浴衣浴衣駅様、サマステ何時だ、サマステ6時半。おお最高じゃないか、遅い、よかった。もうティフの1時半は本当電車がちょっとでもさ人身事故っちゃったことないけどさ、最近よく止まるじゃないですか新幹線、あれでちょっとでも止まったら STU 出れてなかったから、前乗りしてた誰だろう、リコチとかチホちゃんでも頑張って30分歌ってもらうしかなかったから本当に。
ギリギリに行くのは良くない。6時半ぐらいでいいよ。今日もなんかめっちゃ大雨で東京の電車止まってたやろ。大変だよね。東京大変だよね。なんか異常気象が多いよね。広島そんなに異常気象ないけどね。ね、心配ですけども、なんか変な天気ばっかり。サマステいけそう。お、晴れを祈ろう。晴れ曇りぐらいを祈ろう。サマステ、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキーね、なんかファンの人のツイートでなんか配信やるじゃんみたいなのあったけどね、あの配信ないから、 STU の配信ないから残念でした。そう、あれ書き方分かりづらいわ。ぬかよ、まあまあでも配信 なくていいよ。あれはちょっとでも かわいそうって思ったけど、ジャンボリミッキー配信ないんで見に来てください。てか生き様楽しみだな。ほんまにポカリ飲み放題なんかな。ポカリポカリ。生き様は徳島の結構奥まったところにあるので来る予定の方は結構調べてから、ちゃんと行き帰りの手段を調べてから来た方がいいかと思われますので、お気をつけてくださいませ。エキサマ当日早朝移動頑張れ。やっぱそうなるよね。そうなるんかな。怖すぎやろ。全く予定知らない。予定を知らない。以前どこかで古川さんのトレーナーを着てた着てた着てた
みりんちゃんの T シャツもトレーナーも持ってる。確かに高松で置いとこう。あ、それみりんちゃんの日に着ていこう。ね、喜ぶよねみりんちゃん。調子悪い。うっぱ二粒の麦もしミラーボールありがとうございます。おーいおーい、どこー、あぶーちゃんミラボありがとうございます。どこー、みんなどこー。どこ行ってたの？私か。あーん。頑張ろう。サマージャングルは何時だ。サマージャン、サマージャン、フェス祭りと花垂東京祭りで写真集予算が削れていくかも。ええ、わかんない。まだ25歳だからわか、あ、22歳だからわからん。どういうこと？わかんない。え？何の話？わからん。ちょっとまだ、あの、社会人経験がないからわからん。難しい、難しい。とりあえず、福フェスのチケット取るのは一番優先でよろしく。はい。優先順位言うわ。ちょっと、でも東京の花垂れに関してはまだ誰が出るかわかんないからさ、どうしようもないよ。全部出るかもしれないし、全部出ないかもしれないんだから、わかんないよ。ね、どうでしょう。って考えたらとりあえず福フェスのチケットと次の日の四国と写真集に全力投球でいいんじゃないかな、かな。パピービーとフルーツポンチありがとう。あと恐ろしいことを言わせてもらうと、お話し会再販やってます。8月31日に夏フェスの感想を聞かせてください。ウインク、あ、ちょっとあの両親が邪魔をして うまくウインクできない。
お待ちしてます。写真集イベント情報は9月の中旬以降の週末を開けといてください。よろしくお願いします。疲れんかん。ああ、お風呂めんどくさい。お風呂入って後悔しに公演終わって爆速でお風呂入った時があったの、なぜか。そしたらピンポーンって来てなんかみちとかおいちゃんとかゆみりんとかみなみとかがケーキ持ってハッピーバースデーって来たの。でもお風呂入ってたからめっちゃ全裸で、あの、で家に訪ねてくるのなんてメンバーしかいないしさ、夜だったからめっちゃ全裸で出たらカメラ回って はい、本当だったらね SNS 載せてよかったねみたいな動画にできたんですけど、そうセンシティブすぎて載せれなかったっていうあの日だけですね。でも風呂入って後悔したのは、それ以外の日は一回も後悔してないから。頑張ろう。みんな今日もありがとう。ゆう、福ちゃん、福フェス1ヶ月前ですが、私誕生日迎えましたにゃ、おやすみにゃ。お、誕生日？ Happy birthday to you. Happy birthday dear you. You. Happy birthday to you. あ、to you. おめでとう。良い1年を。ありがとう。うっぽ、ありがとう。カンズ、ありがとう。タカ、サマステ楽しい。マグ、ありがとう。オニアシお疲れん。このスクフェスまで1ヶ月前後の日程も出てワクワクドキドキ楽しみにしてます。では私も楽しみにしてます。すごい楽しい3日間になりそう。セブン、ありがとう。ぶーちゃん、悲しいかな、暑さと太しすぎで体調良くない日々ですが、9月に向けコンディションを整え、めっちゃ暑いよね、マジで。あの、外歩いちゃダメなレベルありがとうございました。なるさん、ありがとう。埼玉のおいたーん、ありがとう。一粒の麦干し、ありがとう。1位はみけ、でもう感謝しかありません。一つ一つのことに感謝しながら しっかりやっていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またね、おやすみ。バイバーイ。
ありがとう。